アルコール 0.0% のキリンフリーリニューアル発売にちなんで、キリンビールでは3月8日、キリンフリーリフレッシュパーティーを東京ミッドタウンで開きました。キリンフリーはビールテイストのノンアルコール飲料で、今年1月にリニューアル発売されたばかりです。この日会場にはキリンビールマーケティング植木社長が出席し、キリンフリーは2010年に世界初のアルコール 0.0% のビールテイスト飲料として発売され、主婦層を中心に大変人気を集めていますと挨拶。社長自ら宣伝に努めました。社長挨拶の後、新 CM に登場する杏さんと山崎まさよしさんがトークショーを繰り広げ、その後招待されたブロガーと一緒にヨガ体験をしました。アンさんは、私も愛飲しています。これを飲むといつも新鮮さが取り戻せ元気が出てきますと語り、山崎さんも大人の新しい楽しみができましたと絶賛。二人で PR 役を務めました。キリンビールではキリンフリーの販売促進として300万人無料サンプリングやテレビ CM、交通広告などを積極的に導入し、この春から大々的にキャンペーンを行います。皆さんも一度体験してみてはいかがですか？